ビルフィッシュ。ビルフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カジキやダツのような顎の長い魚の総称である、ビルフィッシュにちなむ。ビルフィッシュは1942年7月23日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。11月12日に、ルイスパークス夫人によって浸水し、 艦長フレデリック・シー・ルーカス・ジュニア少佐、ナポリス1930年組の指揮下、1943年4月20日に収益した。収益後はオーストラリアに開港され、8月1日ブリスベンに到着した。8月12日、ビルフィッシュは最初の紹介で南シナ海に向かった。トレス海峡を経由して、ダーウィンに寄港した後、証クに到着。 8月29日にバラバク海峡でタンカーを攻撃した後、9月8日朝、ビルフィッシュは5隻の輸送船からなる輸送船団を発見し、レーダーを使用して攻撃。魚雷は1本が輸送船に命中刺激破したと判断された。9月25日朝、ビルフィッシュは5隻の輸送船からなる別の輸送船団を発見し、ローフィンとボーンフィッシュを呼び寄せて、 再びレーダーを使って攻撃し、タンカー一隻を撃破したと判断された。10月10日、ビルフィッシュは59日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。11月1日、ビルフィッシュは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。しかし、11月11日にマカッサル海峡を、 先行航行中、千鳥型水雷艇あるいは大鳥型水雷艇と、おぼしき艦艇による爆雷攻撃でビルフィッシュは大きく損傷した。ビルフィッシュは580フィート、177メートルの深海に先行したが、それは試験振動を170フィート、52メートル以上も超えていた。乗組員の大半が重傷を負い、チャールズ・ラッシュ中尉は自分が任務を遂行できる。 唯一の士官であることを理解した。ラッシュ中尉は、艦の指揮を取り、攻撃の回避を試みた。艦は、燃料タンクを破損したため重油が漏れ、敵艦はその後を追っていたことが分かったため、ラッシュ中尉は艦を正確に交代させ、油の後に紛れようとした。この間に、主任技師のジョンリー・レンダニックが、緊急修理に取り組んでいた。それは、衝撃で基礎から外れた。 主電動機の位置を油圧弱機で変更する作業と、漏水の激しい後部魚雷発射管をグリースで埋める作業が含まれた。12時間後に攻撃は終了した。その4時間後、矢に隠れて、ラッシュ注意は管を浮上させた。一機の発電機を使って充電を行い、修理を完了した後、大損傷を受けてはいたものの紹介を続けた。11月28日には、 インドシナ半島沖で、ボーフィンと共に340戦団を攻撃し、6000トン輸送船一隻の撃破を報じた。12月24日、ビルフィッシュは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。ラッシュ中尉は、この戦闘航海における功績で、海軍主君賞を受賞した。レンダニックは、死後に海軍銀星賞を受賞した。また、 2004年8月17日に、真珠湾に所在する海軍潜水艦教育訓練隊のジョン D、レンダニックダメージコントロールウェットトレーナーはにちなんで命名された。艦長がバーノンシー・ターナー、アナポリス1933年組に変わった。1944年1月19日、ビルフィッシュは3回目の紹介で、南シナ海及び、 インドシナ半島方面に向かった。2月1日深夜、ビルフィッシュは2隻の海上トラックを発見し、浮上砲船で1000トン級の海上トラックを撃沈し、900トンの海上トラックを撃破したと主張した。3月24日、ビルフィッシュは66日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。4月18日、ビルフィッシュは4回目の紹介で、 マリアナ諸島方面に向かった。5月21日朝、ビルフィッシュはの地点で、パラオからサイパン島に向かう輸送船団を発見した。ビルフィッシュは9時25分に攻撃し、海軍徴用船、ボクヒロシマル、東洋機船2726トンに魚雷を命中させた。しかし、魚雷が命中した、ボクヒロシマルは沈没せず、護衛の 第十二号解剖艦が漂流する、僕広島ルの護衛しつつ、爆雷攻撃を行った。ほどなくして、ビルフィッシュは爆雷攻撃を逃れることができたが、結局、僕広島ルは沈没しなかった。ビルフィッシュは8,500トン級の輸送船を撃沈し、8,600トン級の輸送船を撃破したと判断していた。翌22日にも攻撃を行ったが、こちらは成功しなかった。 6月13日、ビルフィッシュは57日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。7月9日、ビルフィッシュは5回目の紹介で、日本近海及び、ルソン海峡方面に向かった。この紹介では8月7日に2500トン給油操船に、対して攻撃し成功しなかったのが、唯一の戦闘であった。9月13日、 ビルフィッシュは65日間の行動を終えてマジュロに帰島した。10月6日、ビルフィッシュは6回目の紹介で南西諸島方面及び東、シナ海に向かった。11月4日に2500トン級貨物船に対して攻撃を行った後、11月7日にはビルフィッシュは東、シナ海で輸送船団を発見し三度にわたって攻撃。 三隻の四千トン級貨物船に魚雷を命中させたと判断した。一週間後の11月13日には沖縄東近海でサンパンを砲撃により撃沈し、11月27日、ビルフィッシュは53日間の行動を終えて真珠湾に帰島。ビルフィッシュはサンフランシスコに開港され、ベスレヘムスチールでオーバーホールに入った。艦長がエルシー・ガーレジュニア、 アナポリス年次不明に変わった。ビルフィッシュは1945年3月19日に真珠湾に戻ってきた。4月24日、ビルフィッシュは7回目の紹介で日本近海及び東、シナ海に向かった。この紹介では感染攻撃と日本の沖合でのパイロットの救助任務が命じられていた。5月26日、ビルフィッシュは長崎県西月島近海で第七 コトブキマル・アワコ国共同機船、991トンを撃沈した。ビルフィッシュは、この後航海に向かい、朝鮮半島に接岸して航行する船舶を探した。6月4日、ビルフィッシュは三隻のトロール船を砲撃で撃沈した。6月5日には大道港口西島東大南西の海域で、大ウマル、大連機船、2220トンを発見し撃沈。 6月17日、ビルフィッシュは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。7月12日、ビルフィッシュは8回目の紹介で、東、シナ海及び航海に向かった。この紹介でも、感染攻撃と日本の沖合でのパイロットの救助任務が命じられた。ビルフィッシュは、航海の奥深くにまで足を伸ばし船舶を探した。8月5日、 ビルフィッシュはの渤海入り口付近で、氷丸、正規湯船、1091トンを発見し、撃沈した。ビルフィッシュは8月15日の終戦を洋上で迎えた。8月27日、ビルフィッシュは44日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ビルフィッシュは1943年8月12日から1945年8月27日までの、 間に8度の紹介を行い、これらの紹介で3隻の貨物船、合計4074トンを撃沈したと認定され、その他に5隻の小型艇も沈めた。新珠湾に帰島したビルフィッシュは大西洋への移動を命じられ、9月19日にルイジアナ州ニューオーリンズに到着。続く9ヶ月にわたって訓練及び演習に従事した。 1946年6月から10月にかけて、ポーツマス海軍造船所で不活性化が行われた後、ATR-64 によって、コネチカット州ニューロンドンに栄光され、1946年11月1日に予備役となる。その後間を置いて、1960年1月1日からは、ボストン方面で海軍予備役兵のための訓練艦として使用された。 1968年4月1日に訓練艦としての使用が停止されると同時に除籍され、1971年にスクラップとして売却された。ビルフィッシュは第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。